アメージング小座、はい、ということで時刻は8時を回りました、はい、アメージング小座のお時間です。今日はですね、久しぶりに、スタジオの中にギターが持ち込まれております。イエイ、あ、久しぶりなんですね。そう、久しぶりなんです。はい、チーンしないで。ということでね、はい、ゲストに、ほかまさん、ほか森友さん、あ、よろしくお願いします、はい、そして、コメスマサルさん、あのラジオなんで喋ってください。そしてですね、後ほど、荒垣チョイチさん、お迎えしてですね、お送りしていきたいと思いますので、1時間、ね、お付き合いください。それでは今週のミュージックバー F のライブ情報からお伝えいたします。21日木曜日、比嘉義弘木曜定期ライブ、はい、オープン21時ライブスタート21時30分、ライブチャージは500円です。それから翌日22日の金曜日、フルコーラス、フルコーラスさん、フルコーラスさん、はい、カントリーのね、はい、方々です。そうですね、こちらもですね、オープンが21時、ライブスタート21時30分、ライブチャージ500円となっております。そしてですね、週末土曜日なんですけれども、ちょっとですねイベントがございまして、はい、ミュージックバー F の方はお休みになりますが、まあ、このイベントがどんなイベントなのかというのは後ほどね、後ほど、コメさんの方から、お届けいただきたいと思います。コメさん、ラジオです。わおナイスリアクションなんですけどね、ラジオでお届けできないのがちょっと残念ですけどね。後ほど、ね、ゆっくりお話を聞いていた、いきたいと思います。以上、今週のミュージックバー F のライブ情報でした。いや、多分見てるんじゃないかなと思うんですよ。完璧ですね。これ歌いましょう。じゃあ小梅さん、歌いたくなってきたんじゃないですか。うん、あ、歌ってください、どうぞ。何去年のあなたの、それで終わり。あーです、去っていく。これとかすごい不完全燃焼。今日はね、歌わないよ。あ、違うか、歌わない、青春の影。あんまりかっていうか、ほら、ユーストリームで、映ってるとか、誰か、あの、なんていうの、リツイートないの？今ね、何かね、書き込みをしてくれてる人がいます。とも、うん、ちゃんとかさ、ともちゃんとか、みーかーねーねーとか、みーかーねーねーとか、えっちゃんとか、うん、えっちゃんは書かないんじゃない？あ、えっちゃん書かないか。みーかーはね、見てたら書くよね。はい、あい、まさる、何してる、へー、しゃべれーとかさ。ラジオで何も言わないけど、あれカメラばっかりインジャインジャしてるなとかさ。お疲れ様です。お疲れ様です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ちょっとさ、夏ですね。夏、これ早いですか、いいですか、入って。なんかたくさんの人がいて、ああ、ですよね。僕は CET なんですよ。はい、はい、マイクあげます。はい、30日だ。アメージングコザー、油断してるな。油断してますね、あなたね。失礼。はい、ということで、スタジオにはですね、ほかま森友さん、そして、コメスマサルさん、
それから、荒垣長一さん、お越しいただいております。よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ先ほどですね、まずミュージックバー F のライブ情報というところで、土曜日がイベントのため F お休みなんですけれども、なんでお休みかというのを米さんの方からお伝えいただきたいなと、はい、思います。この度は私ライブを企画いたしました。それもですね、チャリティーライブであります。恵まれない家庭環境の子どもたちに、子ども食堂なるものは、されている方はたくさんいますけど、はい、金銭的な面で何かサポートしてどちらかにお預けできないかということで、今回真面目にお金を集めております。はい、お金を集めておりますくどいようですけど、お金を集めております。これは私の懐に入れるものではなく、ちゃんと、そういう施設に、施設というか教会ですとかそういうところにお預けするお金ですので、後々、新聞ですとか、もしくはフェイスブック、ツイッターなどで、どこにどれだけの金額を託しましたという旨の、決算報告もちゃんとさせていただきますので、安心して私の方に預けてください。お願いします。預けてください。はい。ということで、イベントの趣旨はとってもよく伝わりましたけど、いつやるんですか。今度の土曜日23日、はい、普天間、はい、ライブバー JJ、はい、時間が18時開場、19時開演、終わりはとりあえずリミットなしということで、5バンド予定しています。はい、ただ、入場の方でですね、リハの押し具合によってはちょっと遅れるかもしれませんけど、基本19時スタートで始めますので、はい、振るってチャリティーチャージフィーをお持ちになってご来場いただきたいなと思ってます。でチャージフィーは1500円となっております。はい、私の懐にではありませんちゃんとチャリティーの方に預けますので1500円となっております。はい、ね、ということで今週土曜日23日、うん、はい、普天間のライブバー JJ さんの方で、うん、チャリティーライブ、チケットが1500円、チケットというか ね会場が1500円、チャリティーフィーですね。はい、で、普段は料理とかを、はい、ご用意できているお店なんですけど、はい、ライブのある日はどうしても PA やったり会場設営やったりしたりということで、たくさんの料理を提供できないということで、ワンディッシュ料理、ワンディッシュスペシャルな料理はご用意できてるんですが、うん、普通の通常のフードメニューを提供できないということで、今回はお客様ご自身で、持ち込みをされてもいいですよというお店からの了解を取り得てますので、仲間内でオードブルを持ってきたりとかですね刺身と酒で盛り上がったりとかですね、はい、僕の大好きなヒージャーがあるとさらに嬉しいんですけど出入り禁止なのね。いやいや、もうその辺は多分大丈夫です。僕が食べますから、はい、まあそういう意味でみんなでワイワイ楽しく忘年会を兼ねてるわけじゃないですけど、酒を飲みながら演奏を聴いていただければいいなと思ってますので、ふるってご参加いただきたいなと思ってます。はい、はい、ございます。そしてですね、うん、この今回のイベント、うん、もう小梅さんが本当になんかなんていうんですか、もうかなり尽力されて、うん、出演される方たちもね、すごい方たちが出られるんですよね。そう、私も聞きました。なのに1500円というね、この出演者のご紹介をお願いしたいんですけども、はい、オールシークレット、一応オールシークレットということに最初はインフォメーションはしてたんですけども、とりあえずそれだと皆さんからのですね、反響がすごくてですね、誰が出るんだと、はい、誰が出るかわからんかったら俺はいかんよという人までいたもんですから、とりあえず解禁をしたのがですね3週間前からなんですけども結構前ですね、はい、とりあえず一組目、はい、誰が出るかな、行っちゃおうかな、どうぞお願いします。アフタービーツ、あー、火曜だ ご夫妻、かっこいいですね。はい、チャリティーといえばもう本当にアフタービーツではないかと言われるぐらいに、いろんなところでですね、はい、やられてる
ご夫婦が今回あの声をかけしましたら喜んでと、あ兄貴参加させてください熱いものを彼らから感じてですね、それではトップバッターを任せてもよいかと。なるほど、了解を得てます。はい、あのハイテンションな高行きのボーカルとしっとりとした奥さんのストラトキャスターの演奏をですね、まずは楽しんでいただいて、うん、次に、ちょっとジャージーな曲を、はい、そこはあの素敵なお姉様が歌われますので、はい、敦子さんというね、あーベースと2人で今回はしっとりと演奏させていただきます。かっこいいで、多分アンプラグドだというくくりで最初いろいろ考えたので、はい、この辺はちょっと普通のライブでは見れないパターンになるんじゃないかなと思ってます。で次にあのコザで活躍されている外人2人組なんですけど、はい、ダブル D ダグラスと、はい、ドン・ポール・ジェンクス、この2人組がですね、まあ、日本語はもうなしの演奏になると思うんですけど、アコギでガンガン行こうと、うん、ね、ダグラスさんは聞いたことありますけどすごいですもんね、はい、うん、今回ですね東京で新しいギターを彼は買ってきてますので、東京まで行って買ってきたんですか、はい、それをお披露目する場になるんじゃないかと、なるほど、その辺も楽しみですね、はい、写真見ましたけど、はい、チビらしかったです勝ったのって言ったらイエスと、はい、どこで披露するのと英語でコメント書いたらですね、あんたたちのイベントで見せるよと、これを見に来るだけでもちょっと雄大たらたらしてもいいんじゃないかな、ギター好きな人は。なるほど。で次にですね、はい、普天間でなかなかやる機会がなかった僕のお友達ウィリー、はい、彼をですね、どうにか参加してくれないかって言ったら、いいよチャリティーだよって言ったら、いいよお前が企画したんだろ、じゃあ出るさっていう簡単なあの了解を得てですね、本当にやってくれるのかどうかギリギリまで僕はドキドキ分からなかったんですけど、もう大丈夫かねと、そういう念入りな打ち合わせもなしに、はい、もういいよって簡単な一言で、あのウィリーベーシストウィリーの、はい、ウィリーバンドがとうとうやってきてくれると、きちんとした形であの了解も得てですね、はい、今こまめにっていうわけじゃないですけど、あのメールでやり取りをして、うん、1時間ぐらいはお願いできるねでしょ、はい、もうターキーさん来るよね、行きます、もちろんですよ、来るよね、はい、よし、よかった、嬉しいわかるよね、行きます見たよね見たよねってで、まあ、あの本当に最後、まあ、おちゃらけるわけではなく、あのモテるジャイアンの全てをさらけ出そうということで、はい、ジャイアンと愉快の仲間たち、あの僕が金と暴力ではなくお願いして従あの従えてるじゃない、あのバックで演奏してくださるもう本当にすごいミュージシャンの方たちに組んでいただいて、うん、あのちょっと歌わさせていただきます。あーすごいすごい、楽しみしてますよ、いえいえいえそこら辺に光るもうあの途中で僕消えてるかもしれませんので便所行ってこようねっつってそのまま出てこない可能性もありますからその時あの紐でつないでおいていただいて、はい、あの品行をするようだったら、うん、ターキーさんが、どこにいないと任しとけその辺はもうお預けします、お任せください、はい、逆に上がってもいいし、いや まあでも楽しいね、うん、楽しいイベントにしたいなと思ってます、うん、はい、で司会進行をですね、グランツのボーカルの、八木真紀さんが真紀が、はい、あの引き受けてくださって、当日はあの彼女だけじゃなくていろんなこの出演者の人たちも代わる代わる上がってもらってコメントとか次のミュージシャンの進行だとかそういうお手伝いもできたらいいなとは思ってます。僕のワンマンショーにならないようにだけは注意します
いやでもね、そうそうたるメンバーっていうか、はい、ですよね。ね、そうですね。すごいですよね。うん、すごいです。なかなかね、この方たちのユニットでは聞けないじゃないですか。はい。僕には力はないですけど、下げる頭だけはいっぱいあったんで。いや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 。下げてはないけど、多分気持ちで伝わったんじゃないかなと。はい。ね、名は真剣でしたから。名は真剣、シナサリンドという名じゃなくて、お願いしますというもうこの真剣さで瞳が光ってたんですね、はい、もう半分泣きながらですねお願いしますでもなかなかね、難しい、うんさんなんかもね、うんうんうん、軽くいいよっていうのはやっぱりこれコメスさんの、はい、尽力というか、もう長く友人させてもらってて、この時ほど良かったなって思ったことはなかったですね。ね、なか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 ですよ。すごいですよね、メンバー、はい、知らんちにお願いって言われてうんっていう人はあまりいないじゃないですか。僕体も顔もでかいですけど、ハートだけは人よりさらにでかいつもりでいたので、長くお付き合いさせてもらってて、今日ほど嬉しいことはありません鬼の目にもなんとかではないけどそんなね、コメスさんに、はい、パソコンの方にメッセージ来ております。おー、マサルが出てる、土曜日行くで、頑張ってな。たーやがみかねね、まっちょんどー牛しようね、牛牛ということで、もう小梅さん、これ企画してからどれぐらいかかったんですか。みんなに声をかけるというか、出演依頼をしたのは8月の末です。あ、実際動き始めたのは9月で、僕らはまだ練習を2回しかやってません。ネタをばらしますけどまだ2回しかしてませんはい、とても心配ですけど、お前の出来にかかってるんだという重圧がですね、はい、ひしひしと感じるんですけど、老いって怖いですよね。歌詞が頭に入っていかない、あ、老いですよね、これがもう。おいおいおい、そうそうそう、おいおいおい、エッチな妄想を膨らますのはできるけど、はい、頭の中に入っていかない、これが老いですね。そうなんですね、はい、だから小梅さんに言われると説得力ありますねなるべくカンニングペーパーを譜面を使わずにもうステージに上がろうと思ってるんですけど、うん、今日僕が仕事中にやったことが拡大コピーでした、はい、あのですね、あと、ね、何日かありますから ね、 ですよね。だけど、敦也さんテストのカンニングペーパー作ったって来てますけどね、うん、達也でしょ。え、うん、達也だ、はい、彼には今日目撃されてます。あ、同僚です。あ、そうなんですね。ね、カンペを作ってでもコメさんはやります、はい、今週の土曜日23日はい、ユーストリームご覧の方こちらになってます。どうぞよろしくお願いしますギノワン市普天間、ライブバー JJ さん、オープンが18時、はい、で、スタートが、19時、19時予定、はい、はい、というふうになっておりますので、うん、ぜひぜひ、入場はですね1500円、あと食べ物の持ち込み、OK ということですので、ね、いっぱいお家でね、作って鍋ごと持ち込んでそれはすみませんが、消防法に引っかかるかもしれませんので、そうですね、ヒージャーの刺身だけにしてください。ヒージャーの刺身だけね、はい、オードブルとかは OK なんですよね、はい、はい、来るよね分かってるよね見たでしょ分かってるよねということで了解ご覧になった皆さんぜひぜひお越しください、はい、お待ちしてます、はい、という ね、 ね、これ僕たちも、ね、特典とかあるんですか、うん、あ、牛してくれ、牛してくれる他に3点あげます。3点その3点どこで使えるかは今は言いませんけど、3点あげます。何点貯まったら何がもらえるか今は言いませんけど、3点あげます3点、微妙、いや、あとどこで貯めようかなと思って、後で教えます。あ、後で教えてもらえるんですねじゃあ皆さんね、ぜひぜひ、いらしてください、はい、3点貯まります、はい、
ということで小梅さんでした。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ね、チャリティーですし、チャリティーだしね、うん、もう一番ここです ね、 ね、貢献できるというね、はい、チャージ1500円というふうになっておりますけれども、出演されるバンドも、5つ、はい、ね、そして、もう基本全額チャリティーという形でよろしいですかね。はい、そうです、はい、で 後ほど、最終的に Facebook とかでね、ご報告いただけるということですので、安心して1500円を払いに来てください。よろしくお願いします。はい、続きましてですね、こちらもですねイベントの告知で今日はお越しいただきました、荒垣長一さんから、イベントの内容を、伝えていただきたいと思います。これでいいですか、ね、はい、こんにちは、こんばんはですね。あ、こんばんは。以前もここで告知させてもらった東京のファンキストというバンドが沖縄に年末に来ることが決まりました。はい、あ、はいはい、で、まあ、ファンキスト以外にも全部で今4組ファンキスト入れて4組出演決まってるんですけど、12月30日土曜日に、宜野湾市のヒューマンステージで、ランチキナイト29プレイグラウンド in 沖縄というイベントが開催されます。出演はファンキスト、そして沖縄のシベリアンスカンクというバンド、そして、チークカラーという東京拠点に、全国で活動してて、ご両親が沖縄の出身の方々で、はい、東京にで生まれて東京で活動したんですけど、親のルーツの場所でも音楽をやっていきたいということで、うん、沖縄でのライブが決定しています。そして、泣き人の方を拠点に、頑張っている劇団ビーチロックっていう劇団があるんですけど、その劇団の代表 の新井明人さんが、この日は一人芝居で、出演が決定しています。結構演劇あったりバンドだったりアコースだったり、いろんなジャンルが楽しめるイベントですので、よかったら遊びに来てください、はい、時間とか料金とかも言っていいですか。はい、はい、会場が5時半で開演が6時ですね。手前より3200円、チケットはヒューマンステージというこのライブハウス店頭でも買えますし、あとはe プラスとかコンビニでも買えますので、もしよかったらチェックしてください。はい、お願いします、ね、ということで、うん、ランチキナイト29って29回目ってことですか。そうですね、すごいですね。図の間にかですね。ね、今、出演者さん、ありましたけどね、ファンキストだけでも ね十分見応えあるんですよ、うん、本当に、うん、すごいすごい ねそこにシベリアンスカンク、うん、で、チークカラーさんもこれも、もう何回目かですよね。そうですね、沖縄今度で多分3回目ぐらい、ね、3回目ですよね、はい、で荒井明人さん、一人芝居楽しかったよね前回。そうですよ、で、うん、その前 の劇団ビーチロックひとしさんも出られて ね、うんうん、ね、はいはい、そうだそうだ、そう、ひとしさんだけかと思ったらなぜか有田さんも出てたみたいなね。豪華ですね。そうそうそう、そんな感じで、ございます。こちらもまた聞き応えがあるというかね、12月の30日ですからね、うん、もう本当にね、年納めで騒ごうぜぐらいの勢いですかね、これね、はい、そうですね、ということは終わりよければ全てよしってことだね、うん、そんな感じで、うん、ですです。でも本当ね、はい、ファンキス最高だもんね。そうなんですよ、実はですね僕のお店でもですね毎日もう多分周りの住民の方々は嫌気がさせてると思います。ファンキストがエンドレスでかかってます。その同じ曲がずっとねもう一つの CD かけ続けてるみたいなね、うん、状況ですけれども、あ、でファンキストは最近新曲リリースされたんですよね。アルバムですね。あ、ニューアルバム、はい、出して、ボーダレスというアルバムなんですけど、実はそのアルバムの曲 そのミュージックビデオの撮影が沖縄だったんですよ。はい、海の渡嘉敷島の自然の中でも撮影したりとか、うん、この小座とかこの周辺 の基地の感じとかも撮影したりとか、はい、いろんな要素の沖縄を描いてる感じですね、はい、ね、ということで、うん、ちょっとここで一曲お聴きいただきたいと思いますけれども、はい、CD の中からボーダレスでよろしいですかね。はい、お願いします。はい、ではお聴きください。ファンキストでボーダレス。
CM 入りました。CM 明けで、ジョイスさんもう一回あのイベント告知もう一回お願いします。はい、ありがとうございます。今日ですね、実は皆さんその、まあ、ジョイスさんなんかもあのファンキストのあれで子どもたちのためにっていろいろ毎回集めてっていうことしますよね。チケット代 の中からっていうことされたりしますよね。で、コメスさんもチャリティーという形で、ほかまくんはあの今介護施設されてて、でその関係の、まあ、告知というとおかしいですけどね。そうですね、あのお二人がちょっとあの歌っていただいたので自分たちの施設 で、 あ、 そうなんです。そのことをちょっとお伝えしに感謝の今込めてです。いやいや、本当に素晴らしかったです。いやいやいや、チャリティーチャリティーって来てがっつりかなって今ちょっと期待してたんで違ったね。俺で落とそうとしてチャリティーチャリティーがっつり。コメスさん何歌うんですか。すいません、初めてでちょっと恐縮なんですけど聞くの。何歌うんですか。当日、どんなの歌うんですか。面白いよ。あの脈絡がないのよ本当に。あの自分が好きな曲をただ単に、あのだからキーもめちゃくちゃもう声パンクするぐらいな、なんでこんな曲をセレクトしたのって思われるかもしれないけどさ。まあ言うでしょ。言わないですよね。当日まで楽しみにした方がよくない。じらしますね。だってもう行ったらバレるでしょ。まあそうです ね、ここでまた耳打ちするとなんかいやらしくこぶんで誰か振り向く人いるかもしれないさ。あった怪しいよ。でもあれよ、この一貫して楽しんでるよ。いいですね。俺が、はい、だと思います。CM 開けます。はい、今度油断なしで、はい、アメージングコザー。はい、ということでアメージング講座、今日はですね、ほかま森友さん、そしてコメス勝さん、そして荒垣長一さんをゲストに、お迎えして、お送りしております。さあ CM 前にですね、今回の、ジャックルズプレゼンツランチキナイト29プレイグラウンド in 沖縄ということで、イベントの告知をしていただいておりましたけれども、トヨチさんからもう一度、日時とですね、場所、日時と料金とかね、あの出演者について、お願いします。はい、ありがとうございます。12月30日、土曜日に、宜野湾市のヒューマンステージというライブハウスにて、イベントが行われます。出演が、先ほど曲を聴いてもらいましたファンキスト、そして沖縄の、バンドシベリアンスカンク、そしてチークカラー、そして劇団ビーチロック代表の新井明人の一人芝居の4組が今、決定してます。会場が17時30分、5時30分ですね。で開演が6時、で前入りが3200円、当日が3700円でドリンク別です。チケットはあのヒューマンステージライブハウスにて予約も受け付けてますし、チケットも買えます。あと、E プラス、コンビニなどでも買えますので、ぜひ、遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ということで僕もね何回も見に行かせていただいておりますけれども、とにかく楽しいです。楽しいよね。まず行ったら分かります。なので行ったら分かります。今度のね23日のコメスさんのイベントも行ったら分かります。絶対楽しいっていうのね。なので、この30日、12月30日の、ランチキナイト29プレイグラウンドイン沖縄、こちらもですね、まずは皆さんチケット買いに行ってください、ね、あとは当日のお楽しみということで、はいはい、よろしくお願いします。ぜひぜひよろしくお願いいたします。さあそしてほかまさん、お待たせしました。え振りますよ突然。あ、じゃあちょっと失礼します。あのどうも、テンションこんばんは。こんばんは。いやいや、あのもう1時間過ぎた感じですけどね、本当にね、はい、なんか内容が濃いですよね。内容がねもうすごかったですね。はい、ありがとうございます。はい、
帰りますかもう。ね、ここで何か告知しないといけないのかなと思うんですけど、何もないんですよね。はい、いやいやいや。はい。はい。はい、まあ。ありがとうございます。はい、呼んでいただいて。あ、いえいえいえ、とんでもないです。もう今日はお忙しい中、はい、ありがとうございます。ね、久しぶりに、なんていうんですか、スタジオの中にギターを、はい、ね、が入ってきましたっていう感じですけどね。ありがとうございます。はい。実はですね、僕はですね、はい、今介護施設で働いておりまして、それでですね、今、MC パーソナリティをされているユニット K さんがですね、自分たちの施設に来ていただいて歌っていただいたんですね。それでフォークソングを歌っていただいたんですけれども、すごい反響が良くてですね、本当に良かったので、ぜひ僕一応ギター持ってきて伴奏させていただくのでぜひ歌っていただけないかなと思って、まあ、ご聴取されている方にこの感動をですね分かち合いたいなと思ってですね、今日は参りました。よろしいですかね。ドキドキ、めちゃくちゃハードル上がりましたよね。いやいやいや、本当にちょちょいとねいつも通りやっていただければね素晴らしいと思います。はい、どうよ。今ここまでハードルが上がるとは思ってませんでしたね。軽い気持ちだったよね。なので僭越ながらじゃないですけどね、うん、私たち頑張って歌わないといけないですね。はい、ですね。はい、で何か問題あるときは小梅さん遠慮なく何か言ってくださいね。じゃあとりあえず涙流す準備で。いや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 、持ってきます。それじゃあ、はい、どっちからいきます。ですね、名残雪から。あ、よろしいですか。はい、名残雪一番だけ。はい。君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく。名残すぎた季節の後で今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗になった。どうですか皆さん。最高でしょ。いや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 、先ほどね突然振られまして、で声の調整もなしですぐね即興で歌うっていうのも辛いものですが、すいません。そうですよね、本当にね即興でぜひ歌ってほしいってことでね、はい、僕歌う予定だったんですけど、ぜひターキーさんの歌を聞きたいなと思って、自分がですね、ありがとうございます。歌っていただいたんですね。お恥ずかしいところなんですが、でもしよければ神田川もね、冬の定番なのでよろしいですか。あ、いいんですか。大丈夫ですか。一番だけすいませんね、美味しいところだけ。美味しいところだけ。ちょっとこれお借りしてもいいですか。はい、さっき振られたのでね、初お披露目ですね。はい、頭だけ一緒に行っていただいていいですかね。あなたはいいね。本当は歌ってほしいんだけど。本当はね、あなたはもう忘れたかしら。赤い手拭いマフラーにして二人で行った横丁の風呂屋、一緒に手を触れていたのに、いつも私が待たされた。洗い髪が芯まで冷えて小さな石鹸カタカタだった。あなたは私の体を抱いて冷たい寝ていったのよ。
若かったあの頃何も怖くなかった、ただあなたの優しさが怖かった。失礼しました。また歌わない方が良かったかな。失礼しました。神田川の情景がね、いや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 、あのデイサービス、ね、僕の施設でも流れてましたよ。ありがとうございます。上山勝です。ちょっとあの本当にね、あのすごいですよね。あの米さんがなんか発言するたびに緊張してしまって、なんか15分が1時間ぐらいに感じたんですよ本当に。なんか突っ込まないといけないのかなっていう感じ。上山勝です。はい、ありがとうございます。そうなんです、ね、あのこの今福山雅治さんがね、はい、あのいろいろおっしゃっていただいたので、ね、本物の福山雅治さんにちょっと歌っていただきたいなと思ってですね。はい、よろしいですか。一緒に歌いたいなと思います。あ、そうですね、はい、一緒だと安心です。ね、本当にね、番組始まる前に、ちょっとね、合わせさせていただいて、こんな緊張感久しぶりじゃないですか。だね、はい、頑張ります。よろしいですか。はい、お願いします。はい、家族になろうよ。はい、頑張ります。100年経っても好きでいてね、みんなの前で困らせたり、それでも隣で笑ってくれて、選んでくれてありがとう。どれほど深く信じ合ってもわからないこともあるでしょう。その孤独と寄り添い生きることが愛するということかもしれないから、いつかお父さんみたいに大きな背中で、いつかお母さんみたいに静かな優しさで、どんなことも超えてゆける家族になろうよ。小さな頃は体が弱くてすぐに泣いて甘えてたの、いつも自分のことばかり精一杯で、親孝行なんてできてないけど、明日の私はそれほど変われないとしても、一歩ずつ与えられる人から与える人へ変わってゆけたなら、いつかおじいちゃんみたいに無口な強さで、いつかおばあちゃんみたいに可愛い笑顔で、あなたとなら生きてゆける、そんな二人になろうよ。ありがとうございます。ありがとうございました。あ、ね、こんな感じで本当にね、あのデイサービス、
ね、自分が働いているところでみんなが家族になったような感じでね、あの素晴らしい歌を披露していただきました。本当にありがとうございました。それだけ伝えにあの伺ったんですけれども、ね、あのなんか僕たちゲストで来たみたいな感じになってますけど、いやいや、もう本当伴奏していただいて歌わせていただけるなんて、本当ありがとうございます、ね、ですけども、うん、多分ラジオをお聞きの皆さんとかユーストリームご覧の皆さんもね、ね、ちょいちょいほかまくん歌ってますよね、うん、多分ほかまくんの歌が聞きたいんじゃないかなと思うんですけどね、はい、ぜひ どんな歌がいいですかね。全然、ね、僕歌っていただく感じで、いろいろほらあるじゃないですか、例えばほら、どこかの地区の、学校のなんだっけ、お家帰ろうとか、あの JTA で流れたやつもありましたよね、確かに、はい、まあ、でもせっかくなので、はい、まあ、今年できた歌を、はい、よろしいですかね。初披露、はい、初披露ですね、聞こえてますかね、でもね、大丈夫ですか、はい、まあ、今言った介護のお仕事をですね通してできた歌がありますので、もしよかったら聴いてください、はい、重なり合う君と僕という歌です、はい、すいません。夕焼け小焼けで重なり合う、持ってください、もう一回ね。夕焼けちょっと緊張しますね、あの関さんの音なんで。夕焼け小焼けで重なり合う人と街、僕は君とここで眺めてるよ。ベビーカーを押す僕はどこか頼りなげで、君が泣くと少し僕も泣いてた。泣かないで小さな小さな君、僕にはまだ何にも何にもないから、幼い君と夢夢描いて、一緒に一緒に歩こうね。夕焼け小焼けで重なり合う君と僕、僕はいつだってここで眺めてるよ。車椅子を押す君はどこか頼りなげで、僕が笑うと少し君は泣いてた。笑おうよ、生きる生きる喜び、手にしたもの全て全て失っても、これからの君の幸せ幸せ祈って歩こうね。一緒に一緒に笑おうね。ありがとうございます、僕ね、ほかまくんの歌大好きなんですよ、うん、昔から昔からって言っても、ね、まあ5年ぐらい前ですけどね、うん、初めて知ったのが、すごいすごい熱い歌い方をする人だなって、今、そうそうそう、今の曲なんかはもうまあ、ちょっと違う感じですけどね。違う感じですか。違う感じっていうか、その、はい、なんていうか、はい、まあ、ちょっとさらっと今日は
ね、歌っていただいた感じではありますけど、ライブなんか行くとね、暑いよね。暑いんですよ、暑苦しいんですよ。もうすごいね、あのそんな感じで。でも感動するよね。なんですよ、気持ちいいっていうか。そうそう。だその辺がですね、あの長一さんがあの、まあ、選んでこられるというとおかしいですけども、あのイベント組まれるときに出演される方たちもすごい熱い方が多いんですよ。ね、そうですよね。そうですね、あの、まあ、音楽で音楽一歩でやってる人もいれば、あの仕事しながらやってる人もいるんですけど、みんな、まあ、本気で伝えたいことがある人ばかりというか、はい、はい、っていうのが結構共通点というか。そうですよね。だからやっぱそれをやっぱ多くの人に伝えたいし、応援したくなりますね。長一さんチョイス。そう、長一さんチョイス、ね、うん、そうなんですよ。ね、だからね、あの、うん、30日は絶対面白いですよ。23日も面白いですよ。23日はだって23日は小梅さんですよ。ねえ、暑がりですよ。そうなんですよ。なんか全然暑がりに見えないですけどね。寒がりに見えますけど今日。あのね、ミカネネからマサル起きてるかってコメント入ってますけど、起きてます、パチパチ、ね、お目目バッチリでございますけどね。でこれはいつ頃できたんですか、岡間さん。え、この曲、あ、この曲、うん、あ、この曲は今年ですね。はい、ま、はい、こんな感じです、はい、今年にできた感じで。今年にできた感じですね。はい、じゃあもしかしたら、ね、あの長一さんも聞いたことがあるかもしれない歌を、はい、聞きたいです。ダメになってしまいそうな日は、立て続けに悪いことが起こったから、少し嫌になっただけだろ。雨が降れば喜ぶ華やぎ、空が泣き止めば虹がかかり、時間なんてかかるもの。才能なんかなくたって死にはしないだろう。頭抱えて間違って僕は歌おう歌おう。口ずさんで書き留めたフレーズ、名曲の書き方はわからない。声の出し方ドレミを奏でる、何度でも歌うのさ、ありのまま。ずっとずっと追いかけてたら、きっと何か変わりそうで。2番も歌っていいですか？2番は僕が作った歌です。ダメになってしまいそうな日は、立て続けに悪いことが起こったから、少し怖くなっただけだろう。日が差し込んだ窓を開けたら、木漏れ日にひまわりが笑ったんだ。僕はなんて小さいの。名声なんかなくたって死にはしないだろう。頭抱えて間違えて僕は歌おう歌おう。泣き叫んで書き留めたフレーズ、名曲の書き方はわからない。声の出し方ドレミを奏でる、何度でも歌うのさ、ありのまま。ずっとずっと追いかけてたら、きっと何か変わりそう。
出根フロックスの、あの平茂之君のすごい、はい、歌ですね。とても好きでね。2番は2番僕が作ったんですこれ。そうなんですね。だからあの何か売れた時はちょっとよろしくお願いしますみたいな話をしてますけど、ね、パソコンの方でもねもう拍手いっぱい来てますけどね。本当ですか。はい、まさら起きてるかしかなんか、モーリーの声もいいね。文字はね、あのまさら起きてるかなんですけど、その前に、モーリーの声好き、とってもいい、 F で週末ライブありますかって。いやーね、中松さんと喧嘩してるんだよね本当に。いやさっき話してましたよね。もう仲直りしてから。ありかも。ね。あるかもしれないですよ、ね、よろしくお願いしますということで、もう、岡間くんに今日はねギターを持ってきていただいて我々も歌わせていただきながら感謝ね。いや本当にメインが、いやいやいや、とんでもないです。ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。さあということで残り時間、2分となりましたので、コメスさんと、チョイチさん、イベントの、告知を、まずチョイチさんからよろしいですか。はい、はい、あ、同じ告知で大丈夫です。はい、はい、します、ありがとうございます。東京のファンキストというバンドが、今年6月にもう一回沖縄来てるんですけども、今年年末にもう一回来ます、ファンキストシベリアンスカンク、チークから、劇団ビーチロックの新井明人4組が出ます。12月30日土曜日、ギノマンヒューマンステージです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そしてコメさんお願いします。福山雅治がお送りする、聖なる夜に未来の子供たちに送る 1,2,3 サタデーアンプラグドスペシャルライブ、皆さん来てくださいね。お願いします。はい、こちら23日土曜日、時間は、18時から、会場の19時開演となっております。チャージは1500円ということで、皆さんお越しくださいませ。場所、普天間の JJ ですね。ライブバー JJ になってます。よろしくお願いします。ということで今日は皆さん、最後までお付き合いありがとうございました、はい、ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。バーボビーズ、バーそよ風、食いどころ飲みどころトノマ、ミュージックバータイガーアイ、ミュージック&スポーツバーサイドウェイズ、ラテン酒場アルハンブラ、愛情たまごのダサトファーム、紙切り屋次男坊、もろみ内装比嘉中期、リサイクルショップビッグ、スナックサークル、以上各社の提供でお送りしました。